ローミー高崎の、今日料理ですね、すき焼きとあとソースカツ丼、あとは名物のこんにゃくですね、これからちょっといただきたいと思います。上にサラダとかもございます。ではいただきたいと思います。おはようございます。田山奥園です。ただいまですね、ローミー高崎にいますけども、ここからですね、高崎駅行きまして、ちょっと元ですね、マイカルの、高崎サティ、元高崎サティ行きたいと思います。今はですね、オーパっていうですね、とこになってるんですけども、そこに向かいたいと思います。今日ですね、ちょっとかなりお腹膨れましたね。ドーミーのですね、すき焼き、白滝とかですね、群馬県産の、こんにゃくですね、いただきまして、であとですね、群馬県のですね、名物のですね、ソースカツ丼いただきまして、あとですね、ちょっとおかわりですね、上州豚を使ったですね、カレーライス食べまして、ちょっとめちゃくちゃですね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃいました。本当美味しかったですわ。この道民も最高ですね。温泉も結構ですね、電気風呂みたいなのがありましてですね、結構癒されるんですよ。でもすんごいなんかもう本当に痺れる感じでですね、結構やばい感じはしたんですけど、でも気を刺激があってですね、気持ちよかったです、電気風呂。他の道民にはなかったんですけどね。こちらにはですね、もうすぐにですね、高崎駅がもう近づいてきております。歩いて5分ぐらいみたいなんで、結構近いですね。はい、今もう向かってますね。で、昨日ですね、いろいろ調べたところですね、昨日、訪問したですね、高崎の、イオンモール高崎に関しては前からと全然全く無関係な店舗でございました。大変失礼しました。本当の前からに関しては、ここのですね、高崎駅にですねございます、オーパー高崎っていうのがあるんですけども、そこにあるのが本当の旧前から高崎先ということだったので、ちょっと分かってよかったです。ラジオ高崎ですね、ラジオ高崎がここにあります。すごいな。はい。今気温は多分ですね、おそらく氷点下に近いとは思いますけども、ちょっと寒いですね。はい、大都市のですね、証である新幹線が、停車するですね、高崎駅近づいてきました。前方にはもう見えますけども、ちょっとこれ広角にしてるのでちょっと見えにくいかもしれないですけども、一応もう迫っております。高崎駅ですね。あー、腹いっぱいだ。こちら高崎駅西口でございますね。高崎駅西口でございます。今日はちょっといろいろ回る予定だったんですけども、ちょっと帰ろっかなっていう感じがしてます。ちょっと用事がふとできまして、
朝鮮飯店ってのがございます。時間は4分50秒。JR 高崎駅見えてきたかと思います。ここですね、オーパあります。ラジオ高崎っていうのが書いてありますけども、ここが、旧前からのですね高崎シャティでございます。ちょっと今イオンスタイルっていうのが中に入ってまして、オーパっていう、建物でございます。ちょっと次の2階に移動したいと思います。イオンスタイルって見えますかね、左側にですね。ここは旧マイカルの、高崎シャティがあったところでございます。はい、ではは、い、高崎駅西口が見えてきました。これが高崎駅西口でございます。新幹線、上越新幹線、止まります。高崎に もホテルメトロポリタンがここに鎮座しております。ホテルメトロポリタンが鎮座してて、奥にそびえているのが、高島屋、高崎西口店、高崎店かな。でここにイオンのオーパが完全と控えてます。ここはですね、旧前からのですね、高崎シャティだったんですね。ビブレに業態変更して、ビブレからオーパに変更しております。イオンスタイルが中に入居しております。イオンスタイルですね。で高島屋が陰にそーっと裏にそびえてます。イオンって建物ですね。これが元マイカル高崎シャティでございます。角度がちょっと分かりにくい。ここは本当に高崎駅の、西口ですけども、こう行ってこうですね、これもですね、小倉メガネ店も見えます。近くにですね、ちょっとぐるっと回って あっちから撮れますか。よいしょ。もう一応西口というかですね、それでよかったですわ。マイカルのですね、オーパですね。一応元マイカル高崎サティが取れてます。で目の前にアッパホテルが鎮座しております。これがオーパですね。元マイカル、高崎サティ、現オーパ高崎、イオンスタイルが入ってて、ラジオ高崎も中に入居しております。はい、ちょっとまっすぐ行きますか。アーバンホテル、アパホテルありますね。で、大和証券、高崎アーバンホテルで、ここに完全と控えているのが目の前にありますオーパ、旧マイカル高崎シャティ、すごいですけど。
ドーンって書いてます。イオンでですね、でかく横に書いてありますね。横にですね、こんな感じで高崎駅西口、以前はですね、向こう側の東口の、ルートインに泊まりました。今回はこっち西口のドーミンに泊まりました。はい、ではですね、ドーミンのですね、高崎から歩いてきまして、旧マイカルのですね、マイカル、高崎サティ、次は、高崎ビブレになりまして、最後に、イオンになってからは、オーパに変わりました。はい、ではですね、高崎駅西口のこちらオーパですね、イオングループのオーパからお送りしました。ありがとうございました。向こうがですね、高崎駅、西口なんですけども、ここに先ほどあの動画で前回の動画で説明しましたけども、ラジオ高崎あります。ここからですね、ここに、レンガ通りっていうのがありますの でレンガ通りをちょっと歩いてですね、散策したいと思います。これレンガ通りって書いてありますね。ここちょっと散策して歩きたいと思います。なかなか渋いですね、なんかあの雰囲気があります。からがガブリチキン、キリンビアホール、渋いね。これは飲食店街なのかな、ちょっとわかんないですけどね。いい感じの雰囲気、好きですこういうところ。やっぱせっかく来たんで、いろいろですね、ホルモン大学、ホルモンがですね、すいません、ちょっと私ですね、バームクーヘンはですね、苦手でございまして、あの食べられないことはないんですけど、ちょっとダメかもしれないですね。一回なんか食べたことあるんですけど、美味しいところはですね、美味しいんですけども、ちょっと美味しくない店はちょっとダメかなっていう、まあ、みんなそうですよね。で、ここにドーミーンが、鎮座しております。ドーミーン高崎、まあ、ちょっと端っこまでですね、歩きたいと思います。私の部屋から見えましたけども、この井上病院っていうのがありますね。はい、ここでまあ左曲がってですね、道民に、帰りたいと思います。なんかカラフルな、あの、建物ですね、これ。カラフルな建物。なんだろう、これ。真心介護用品、テクノエイドセンターって書いてありますね。こっちはなんでもない、なんでもないとか、変哲もない建物ですけども。朝の7時回ったとこなんで、全然まだ人
人の波はあれですけども、もうちょっとしたら多分通勤通学の方が来られるんじゃないでしょうかね。はい、もうちょいですね。連なんとか町連十区、はい、じゃあ道民に帰ります。この道民にはですね、目の前にですねファミリーマートありますので、まあ、ちょっとしたですねおつまみ、あのお酒とかですね、あの買いたいときはですねそこで買って飲めますので、まあ、ぜひですねこのファミリーマートで買い物をしていただければと思います。徒歩もう1分でできますので、飲みからですねこんな近さなんで、ぜひ行ってみてください。はい、ではですね、私はですねこの道民ので今カーテン閉まってますので3階に泊まりました。307に泊まりました。ぜひこの道民も泊まってみてください。はい、どうもありがとうございました。